赤トマトガエルは、ヒメアマガエルかトマトガエル族に分類されるカエル。マダガスカル北東部固有主体長6から7センチメートル、メス9から11センチメートル。体型は頑丈。頭部は扁平で幅広い。糞の長さは、目の直径とほぼ等しく、糞端は丸みを帯びる。目後部から、鼓膜上部、体側面にかけての皮膚が、だ状になり、 後頭部に水平方向の膝がある個体もいる。背面の体色は赤や褐色で目後部から体側面にかけて脳褐色の筋模様が入る。覆面の体色は白や黄色で褐色の反紋が入る。喉には不定型な暗色反が入る。外尾孔は粉担と目の中間に開口する。鼓膜は楕円形。前肢には水かきがないが、 甲子には水かきがある。変態直後の幼体は体長1センチメートル。オスは第一から三子や前腕の内側にあまり発達しない公民流がある。規定の柔らかい平地に生息する。地表性、夜行性。寒気になると砂地の地中に潜って休眠する。食性は動物食で小型の無脊椎動物などを食べる。繁殖形態は卵性。 ウッキになると、オスは水場に集まり、繁殖音を上げて、メスに求愛する。地消や水たまりに1回2000から3000個の卵を産む。卵は2日で孵化し、孵化してから6週間で幼体へ変態する。生後1年で生成熟する。分布が限定的であることに加えて、開発による生息地の破壊、水質汚染、ペット用の乱獲などにより、 生息数は減少している。ワシントン条約付属書 I に掲載されたため、商業目的での国際取引は禁止されている。サイテスワンからの降格、二類になることで飼育が可能になりました。CITES ホムペ、ハットザ i u CN レッドリスト・オブ・セレットンド・スピーシーズ、ありがとうございます。